西日本高速道路が管理する福岡中央駐車場西日本高速道路株式会社は高速道路株式会社法に基づき設立された特殊会社通称はネクスコ西日本ネクスコ三3社のうちの一つで西日本地域の高速道路自動車専用道路などを管理運営する2005年10月1日設立 道路関係4公団の民営化方式として採用された上下分離方式において道路施設の管理運営を業務とする。道路施設の保有を目的に設立される独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構から道路施設を借り受ける形態をとる。高速道路等の新規建設も事業内容に含まれるが、完成した道路は機構が保有することになる。 ブランドカラーは、ネクスコブルーと呼ばれる青色。同社では、西日本、南日本の海と空の明るさをイメージした、鮮やかで、成長感のある青としている。同社の経営理念は、地域社会と歩む高速道路を目指して、またブランドスローガンは、道、人、未来へ。である。日本国内では、おおむね近畿、中国、四国、九州、沖縄において、 旧日本道路公団が管理していた高速道路や自動車専用道路を事業範囲とする。事業範囲には福井県の一部を含み、滋賀県の一部を除く。なお、都市高速道路である阪神高速道路は事業範囲から除外されている。また、本州四国連絡道路については民営化当初は本州四国連絡高速道路が運営するが、 債務が十分に減少された後に合併することが道路会社法に記載されている。高速道路運営ノウハウや被破壊検査技術を活かして海外事業も展開しており、アメリカ合衆国では道路の点検を受け負っている。ネクスコ各社の管轄図具体的には以下の道路が事業範囲となる。なお、機構との協定とは別に管理有料高速道路として、 関門トンネルを当分の間管理することになっている。詳細は維持管理有料制度を参照のこと。また、子会社である足湯ドライブウェイが道路運送法に基づく一般自動車道である足湯ドライブウェイを管理している。高速自動車国道を高速自動車国道のうち中国横断自動車道姫路鳥取線や山陰自動車道長と峰線。 九州横断自動車道の岡線は、気候との協定の対象にされていない。これは、国間会議で、整備計画が策定されている区間が全くないか、または、新直轄方式の採用により、事業主体が国である区間のみとなっているためである。一般有料道路 A は、高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路。B は、 一般国道自動車専用道路。その他自動車、交通施設西日本高速道路エンジニアリングが生産販売を行っている。マホラ米2020年時点、グループ全体の連結市会社は27社となっている。2020年時点で、グループ全体の持ち分法適用会社は7社となっている。ありがとうございます。